ただいまの時刻4時45分です。ローソン西八千代店さんのピックアップ完了してお届けに向かっているところです。ローソンさんの配達完了しまして、もうすぐ時刻は5時になるところですね。おはようございます。2月12日日曜日です。みんなが待ちわびた日曜日、単価が唯一上がる日曜日なんですが、今の配達がまだ今日の1回目です。ていうか今432円15分って全然30円超えてない単価だったけど大丈夫なんだろうか。先ほどようやく Uber のアカウント有効に戻りまして、配達ができるようになりまして、この時間スタートという形ですね。まあ今日明日明後日3日間連続夜勤が入っているもので、もう出前館もやらずにとにかく休もうということでこの時間まで休んでおりました。ちょうど5時になったところですね。次呼んでくれました餃子の王将八千代店さん、12分371円。まあ30円は超えてますけども、そんなに高い感じはしないですね。こんばんは。はい、この番号です。お預かりしていきます。上がってない。とりあえず断ってみましょうか。5時10分餃子の王将さんの配達完了しまして、1件また餃子の王将さん飛んできたんですが、分単価30円切れてましたんでお断りしてみました。もしかしてみんなのお楽しみ日曜日ですら割る Uber さんになっちゃってるでしょうか。今日はとりあえず鳴り止んでしまっておりますが、単価の方はこの次の鳴りなどを確認してみたいとは思います。まあ5時過ぎたということでブーストもついてるかと思われますので、出前館とのダブルオンラインですね。でもって今日の目的はただ一つ、ひまたぎクエストの第一段階を達成することだけです。あと4回ですね。もう第二段階とかカンクリは当然無理なんで諦めてます。こんばんは、ウーバーです。はい、お次は30分ほどの無音の後になってくれました、スターバックスイオンモール八千代緑ヶ丘店さんです。ピックアップ完了してお届けに向かっているところです。ちょっとねスマホいじってたら取れちゃって値段の確認とかできてないです。ポンコツです。これもちょっとピンズレの匂いもするので拒否しましょう。ダブル案件。5時51分スターバックス3配達完了しました。ですぐ鳴ってくれたんですけれども、ダブル案件ということで、まあ分単価25円ぐらいで、せっかく日曜日やということでね、今のところまだ単価にも期待してるんで、それとですね、船橋市までしかお届けの表示がなかったんでピンズレも匂いがするということで取るのやめました。お次は出前館が取れましたイオンモール内の某天ぷら屋さんです。行ってきます。こんばんは、出前館です。お次はウーバーです。6時8分、サイゼリヤ大和田新田店さんが呼んでくれてます。14分で444円ということで分単価31円ぐらいですかね。やっぱ日曜日は安心できそうな気がします。こんばんは、ウーバーです。6時20分配達完了しまして、お次はジュズってくれましたマクドナルド296八千代パルル店さんです。ピックアップ向かいます。ありがとうございます。こちら、はい、じゃあお預かりします。6時31分マクドナルドさんの配達完了しまして、お次もジュズってくれてます。ロッテリア八千代緑ヶ丘店の1店舗ダブルですね。ダブルなんですけれども分単価30円超えてます。32円とか言ってますね。調整金もつくような気がするのでちょっといい案件になるんじゃないかなと思います。
ばんは。ウーバー2件分で来てます。ロッテリアさんのダブルピック完了しまして、お届けに向かってます。この配達が今週のウーバー100件目101件目ということで、ひまたぎクエスト第1段階クリアになります。安いな。7時1分ロッテリアさんのダブル配達完了しました。調整金少しだけついて1090円に上がりました。まあ大体30分で1090円なんで悪くなかったですね。で次ジュズってくれてます、クシソーさん、行ってきます。こんばんは、ウバです。ピックアップ完了しましてお届けに向かっております。先ほどのロッテリアさんの配達で今週のひまたぎクエスト第1段階到達ということで1万円いただきまして、今日の目的は達成してしまっております。でもって今日から3日間連続夜勤があるので、本当は帰って寝ようかなと思ったんですけれども、今回のお届け先が高津ということで、一応家の方に近くなる案件だったので取ることにしました。にしても分単価30円切ってるんですね、日曜日なのに。困ったもんです。7時16分クシソーさんの配達完了しました。これでね今日やめようと思います。寝ます、さすがにちょっと3連続夜勤があるんで。フードデリバリーの一番の稼ぎ時、日曜日にわずか出前館含めて9件の配達ということなんですけど、まあそういう週もありますということで、とりあえず Uber のアカウントが復帰してよかったなっていうところですね。結構まあ時間かかったっちゃかかったんですけど、逆にまあ48時間とか最初言ってたんで、まあそれに比べればだいぶ早かったかなっていうところです。はい、じゃあ夜勤に備えて寝ます。おやすみなさい。13日月曜日、現在の時刻11時15分です。11時過ぎにオンラインにしまして、11時13分餃子の王将や上店さんが呼んでくれました。ピックアップ向かいます。こんにちは。はい、この番号です。お預かりします。餃子の王将さんの前に飛んできた2件、単価がひどくて断りました。特にマックスバリュー習志野大店さん、分単価20円切ってましたけど、ウーバー大丈夫かな。はい、お次大木中坊さん取りましたけど、とうとう分単価20円時代に突入でしょうか。いくらアメクエ今日ついてるとはいえ、これはひどいですね。次これタブル17分270円、まあ、いかないですね。こんにちは。お疲れ様。はい、じゃあお預かりします。はい、大木厨房さんピックアップ完了しました。しかし恐ろしく低価格低単価、先週よりさらに下げてきてますね。分単価20円ちょうどとかそれぐらい、下手したら20円切ってますね。今日は夜まで一日雨予報なんですけど、そんな天気の中でこの単価を出してくるって大丈夫なのかなって、ちょっと心配になってきますね。はい、10キロ40分800円、これは拒否。45分、大木厨房さん配達完了です。ミドルのダブルに活路を見出そうかと思いまして取りました。花丸うどんさんとココラマーマさんのイオンモール八千代緑が丘ダブル、32分602円ということで、まあ、20円ちょっと切ってますけど、シングルとまあ6に変わらないよということで、調整金に期待という感じですね。こんにちは、ウーバーです。何ポイントですか？9。こんにちは。はい、カルボナーラのお料理です。はい、間違いないです。お願いします。
はい、お預かりしていきます。はい、花丸うどんさんとポプラママさんのダブルピック完了しました。恐ろしい低単価、分単価20円切れということで、まあアメクエ2件100円ずつついてようやく26円ぐらい、それに調整金100円乗ればようやく30円ってとこですけれども、いや、いつまでこんなことやるんでしょうね。こんにちは。はい、ウーバーの、はい、お預かりします。あまりの低単価なしに思わず笑ってしまいましたが、魚部東習志野店さんとアジアンダイニング柴さんのダブル取って、今魚部さんピックアップ完了したところですね。こんにちは。ウーバーイーツです。を出してきましたけども、ロングは徹底して拒否です。これよりもっと短いのがいいんだけど、まあしょうがない、行きます。お次は地図ってくれましたミニストップ船橋滝大店さん、行ってきます。こんにちは、ウーバーです。こんだけ低単価連打してくるんであれば、こちらも唯一持ってる権利、拒否権を発動させていただきまして、短いのばっかりやってね、アメフエとあとひまたぎクエストとの件数だけ削っていきたいと思います。いやー、ほんとひどいね。はい、行っちゃうよ。はい、本当に高い、25円すら超えてこないですね。もう思わず笑っちゃってテンション上がってきちゃいました。逆にマクドナルド100円台で向かいます。こんにちは。これは拒否です。はい、次ケンタッキーフライドチキン船橋柴山店向かいます。徹底した低単価。こんにちは、ウーバーです。完了しましてお届け向かいます。まあさすがに良くなるはなりますね。やってない人いっぱいいるんだろうな、この低単価ですからね。はい、これも当然拒否ですね。何考えてるんでしょうか。設定して20円、はい、行っちゃいます。20円前後という形になっておりますけれども、まあ、地元の方、自分の家の方に近い方に戻れるので、それなりのショートということで行くことにしました。マクドナルド100円台店さんです。お預かりします。いや、ジュースベトナム料理ハノイホーさん、分単価20円前半の極悪モード発動中ですね。次は高いものです。はい、次は冷たいです。はい、お預かりします。はい、ピックアップ完了です。本当にひどい単価続いておりまして、アメクエの1件100円ぐらいでは全く補えないような状況になってます。次のもう1回どっか取れればですね、それでアメクエ終わりますので、そこでもう1回休憩ですね。でその後のことはまた考えます。
北奈良市の店さんが呼んでくれました。13分317円、まあ24円ぐらいはありますけども、これでまともに思えてしまう非常にひどい単価地獄ですね。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。ここで神経線見ながら休憩に入ります。3時間ちょっとで12件、そりゃまあなるわね。